どうもビビビビレです。今日の企画は好きなタイプについて話してみた。イエーイ。皆さん世界一ね、興味ないと思うんですけど、僕の好きな女の子のねタイプについて語っていきたいと思います。ね、まあ彼女とかもね当分いないんですけどね、どんなタイプが好きなのか語っていきたいと思います。それではレディゴー。じゃあまず第一条件、笑顔が可愛い子。もうこれは本当そうっすよね。好きになる瞬間ってやっぱ笑顔を見た瞬間だからね。ニカってニカって笑ってる、その顔が可愛くて好きになっちゃうから。やっぱ笑顔、よく笑う子。そう、あとよく笑う子2つ目。まあ笑顔とあんま変わんないんですけど、まあ、よく笑う子ってすごいいいよね。もうなんかその場にいるだけでさ、笑う子がねいるだけでその場が明るくなるというか、うん。まああと僕とかすごいね笑わせたいんですよ、人を。でいろいろボケたりした時にやっぱりね笑ってくれないとねすごい落ち込むので、笑ってくれる子がいいっすね、すごい。うん。であとは似てるんですけど、笑いのツボが合う。これ結構大事ですよね。うん。だってさ、芸人とか映画とか見てて、あ、このポイント面白かったよねってさ共感できないとさつまんないじゃん、面白い芸人とか。まあそういうのがね合うと話も弾むし。俺めっちゃゴッドタン好きなんだけど、バラエティーのゴッドタン見てる女の子とかめっちゃいい。ゴッドタン、ゴッドタン見てる女の子がいいな。そう、大喜利シュナイトっていうさ、なんか下ネタの大喜利、まあ、ゴッドタン TVer で見れるんだけどさ、あれ下ネタで笑ってる女の子でいいよね、ほんとに。ジンブさんね、ジンブ美咲さんめっちゃいいよね、あれ。めちゃくちゃ笑うよその人下ネタで、それで逆に起用されてるみたいな。笑う子っすよね結局。うん。あとね、昔はね結構ずっと言ってたのが俺のタイプ、あのクラスの静かグループの女の子の中の可愛い子みたいな。わかるこの気持ち、みんな別にウェーとか騒いでるグループあるじゃん、騒いでウェイウェイ系。その中に結構可愛い子もいるんだけど、それよりも静かな大人しめで可愛い子ね、いるじゃん。あんま目立ってないけどみたいな、目立ってないけどみたいな、そこを発掘するみたいなとこがね好きなんですよね。まあでも最近はちょっと変わってきて、さっきも言ったようにやっぱり面白い話があって話が弾むね人がいいよね。やっぱ話弾まないとさつまんないしね、話通じないともうはーってないし、全然楽しくないじゃん通じないと。話通じるってすごい大事だよね。うん。逆に女子もそうじゃない、その面白くないやつってさ本当に地獄じゃん、話しててね何言ってんだこいつみたいな。だからやっぱ話通じる面白いは結構大事ですよ、男女どっちも。うん。見た目についてなんですけど、まあ見た目はあんまり大デブはそりゃ嫌だよね、自分より体重重いとか嫌でしょそりゃ。でもなんか見た目って今の時代さすごいさ、整形もできるしさ、まあ、化粧もすごいできるし、脂肪吸引とかで、これからの時代さロボットとかできるわけじゃん、でめっちゃ綺麗なロボットとかいるわけじゃん。だからね、未来になったらお金かけたりすればいくらでも見た目ってねカスタマイズできるようになるんだよね。だからそう考えると見た目じゃないよねやっぱり、あんまり。見た目は変えられるから。でもやっぱり話が合う合わないはねあんま変えられないからね。うん。大体一緒だし、そこら辺のその感覚というか、ああ一緒じゃない。だって小学校久しぶりに会ってもさ、こいつ同じようなこと言ってんなみたいな人いるでしょ結構、同じこと言ってんなみたいな。そう、だから話が合うってめっちゃ大事、話が合う。まあでも理想の、ちょっとそれるけど、やっぱ理想的な
カップルってあるじゃん。まあ俺も先輩のねカップルってすごい理想的なカップルがあるんですけど、友達みたいなね、仲いいんすよ。そこも恋人でもあるし、まあ一番の親友でもあるみたいなカップル、めっちゃいいっすよね。そう、ああいうの理想的。まあだから結局ね、まあ仲いい人と付き合うのが一番いいんじゃないですかっていうね、僕の問題提起。そうって感じかな、理想のタイプ。まあでも好きな芸能人は堀北真希、のぶた出てたし、のぶた出てる透明感やばいよね。まあでも好きな芸能人とかもさ、コロコロ変わるじゃん、あれ。本当にドラマ見てたら好きになっちゃうしさ、だから見た目とかじゃないっすよ本当に。はい、僕の好きなタイプはこんな感じです。これ最後まで見てる人いないでしょ多分ね。はい、ちょっとこっからね、まあ、恋愛の話とか、マジ付き合ってないですけどね、ちょっと語っていこうかなって思うんで、ぜひなんか質問があれば質問してみてください。この動画がファンタスティックだなって思ったら FB お願いします。今日も5個お願いします。それではバーイ。